こんにちは。体が硬い人のためのパーソナルヨガスタジオ、頑張れジムのセリダーです。今日は、ビギナーさんとか体の弱の硬い人がダウンドッグをした時に肩がつまらなくなる、方法についてご紹介します。これは難しい技術が必要なくて、たった1個のことをやっていただくとかなり動きが変わってくるので、ダウンドッグ、肩が詰まって苦手っていう人はぜひ試してみてください。そのポイントっていうのは、手のつき方だけ意識してみてください。ダウンドッグの時に、よくマット、手とこうマットがこう平行に手首がなるようにっていうふうに言われます。だから大体こうした時に、中指が上に向けたような状態を作ることが多いです。でもそうすると、ダウンドッグの時って、上腕がこう外回しをするこう動きをすると肩が詰まらずこう動きやすい状態になるんですけど、この手首をまっすぐにする動きが、ここ上腕をこう内旋、むしろ内ねじりをするこうきっかけになってしまって肩が詰まる原因になってしまいます。じゃあどうすればいいかっていうふうになった時に、この人差し指を真上に向けます。人差し指を真上に向けると、少し詰めると中指は外に向いた状態になったことによってキュッとこう上腕が回る感覚が作れるようになってくるので、まずは、人差し指、四つん這いの時ですね、人差し指をまっすぐにするっていうことだけ、イメージしてやってみてください。手首をこうまっすぐにした時にこれに誤ってこう肩がキュッとこう中に入りやすくなっています。一応グループレッスンなんかこの状態で外を回すようにって言われるんですけど、こう中に引っ張られる感覚が強くなってしまって、脇が締まる感覚なんかが作れなくなってこう肩で引っかかっちゃいます。そうするとこの状態のままダウンドッグに入った時にやろうとはしてるだけど、肩がどうしてもこう引っかかって止まっちゃうっていうことが起きてきます。でここで人差し指をこう正面にするとこうキュッと上腕を外旋して脇が締まったような感覚が作れます。そうすると脇の下からこう手のひらをグッとこう押せるようになって、で手もこうグッとこう掴みやすくなるので、手首が結構痛くなる人なんかもしっかりとこうマットを掴む力が強くなることで手首を守ってくれます。そうした状態で脇がキュッとなってからダウンドッグをしてみるとしっかりと背中が入ってくるので肩がこう開いた状態で胸が落とせるようになってきます。では実際背中の状態をご覧ください。最初手首平行の状態ですね。平行の状態で、まあ、なるべくこうしようとはするんだけどどうしても動きづらくなってきます。グッと詰まった状態になってきてしまうので、これをですね、もちろんこの状態で持っていけるようにっていう練習をすればいいんですけど、最初難しいんでもう開いちゃいましょうと。開いちゃうとキュッとこう上腕ですね、外旋しやすくなって脇の下に力が溜まってきます。キュッと力が溜まった状態ができてきたらこの状態でやってあげるとこんな感じで背中が肩が開いて背中が寄せやすくなってきます。そうするとしっかりとこう背中を使って胸が落ちた状態になってくるので、もうこれは向きをこう変えるだけで、本当にやりやすくなってくるので、ぜひ試してみてください。この辺は能力の問題ではなくて知ってるか知らないか、少し工夫をしてあげるだけで変わってくる部分なんで、ぜひちょっと試して体の違い知ることで少し変化が起きるんだなっていうことを、知っていただければ嬉しいなと思っております。それでは皆さんの練習が心地よく力強いものとなります。また次回のレッスンでお会いしましょう。